救世主、プリゴジン、ロシア政府とロシア軍を声高に批判した5月、ワグネルの創設者、プリゴジンに対するロシア人の関心は、急上昇。インターネットでの検索回数は、プーチンの2倍を、超えた。公然と反旗を翻すプリゴジン、人気急上昇で、暗殺の危機も。ウラジーミル、プーチン大統領はもはや、ロシアで最も人気のある人物ではないようだ。ロシア人が5月にインターネット上で、検索した人物を調べたところ、プーチンよりも、民間軍事会社、ワグネルの創設者、エフゲニー、プリゴジンの検索回数が、プーチンの、検索回数の2倍に上ったことが分かった。ロシアの独立系メディア、バーストカによると、プリゴジンと、ロシア国防省の確執が、エスカレートした、5月は、ロシアの指導者であるプーチンよりも、傭兵を率いる、プリゴジンに関する検索の方が、はるかに多かった。クレムリン御用達の、ケータリング会社を経営することから、プーチンの、シェフとも呼ばれるプリゴジンは、何ヶ月も前から、激しい戦闘が続く、ウクライナ東部の要衝、バフムトにワグネルの戦闘員を投入し、多くの犠牲を、出しながら戦果を上げてきた。一方で、セルゲイ、ショイグ国防相や、ロシア軍のバレリー、ゲラシモフ、参謀総長を声高に批判し、ロシア政府との関係が悪化した。ロシア政府と軍を批判。プリゴジンは5月5日、バフムトで戦死したとする、戦闘員らの遺体の前に立ち、ロシア国防省を猛烈に批判する、動画をインターネットに投稿した。さらにその数時間後には、プーチンに直接、弾薬の供給を呼びかけた。プリゴジンはそれまでにも、弾薬の供給不足や、戦闘員の死について、不満を表明していたが、批判の対象は、ショイグやゲラシモフで、プーチンを、直接批判したのはこれが初めてだった。さらにプリゴジンは、ロシアが第二次世界大戦で、ドイツに勝利したことを祝う、5月9日の戦勝記念日にも、弾薬不足について不満を表明。新たな動画の中でプリゴジンは、弾薬は依然として供給されないのに、ロシア政府からは、ワグネルが、バフムトから撤退したら、国家に対する反逆とみなすと脅されたと述べた。そしてプリゴジンは、5月25日に、公開した動画の中で、ワグネルが掌握した、バフムト市街地から、撤収を開始したと明らかにした。これに対してロシア政府は、これまで直接の管轄下にはなかった、ワグネルなどの志願兵部隊に、国防省と契約を交わすよう命じ、ロシア軍の指揮下に入れようとしている。だがプリゴジンは契約を拒否している。人気の出過ぎは危ない。バーストカが、Google、トレンドで調べたところによれば、ロシアでは5月に入ってから、プリゴジンについて検索する人が増加。月末までにはプーチンを追い抜き、5月28日から6月3日にかけては、プリゴジンの人気度、検索頻度、が最高の、100ポイントに達したのに対し、プーチンの人気度は、わずかに18ポイントだった。またロシアの検索エンジン、ヤンデクスの統計データによれば、ロシア国民が5月に、プーチンのシェフを検索した、回数は74万4千回、前回の最多記録は1月の49万8千100回。ウラジーミル、プーチンの検索回数は、30万5千回でだった。この調査結果について、ウクライナ内務省の、アントン・ゲラシチェンコ顧問は、ロシア国防省と対立したことで、プリゴジンの人気が高まり、今やその人気は、プーチンをしのいでいるとツイート。ロシア国民が、5月にプリゴジンに関する情報を検索した回数は、プーチンに関する、ニュースの検索回数の、2倍に上った、これほど人気が出ると、プリゴジンに何か、事故が起こるのではないかと思う。目立ちすぎたプリゴジン。A. オックスフォード大学で、冷戦後の旧ソ連と、東欧諸国の専門家である、ブラド・ミフネンコは本誌に対して、プリゴジンは5月に、自分を大きく見せすぎたと語った。彼の命は近いうちに、何者かの手によって、突然終わりを迎えさせられる、ことになるだろうとの、見方を示した。
ミフネンコは、プリゴジンがロシア国家の偽装により、手に拳銃を持ち、馬鹿げた衣装を残して、自殺遺体で発見される方にかけると、いう。ロシア政府がウクライナ側に、プリゴジンの正確な居場所に関する情報を提供する可能性もある。ウクライナに彼を殺させ、骨抜きになったワグネルを英雄と称えるプロパガンダを出し、さらなる新兵を集めようとするかもしれない。ウクライナ軍の反攻を前にドローンが首都を攻撃し、義勇軍は国境の村を占拠。ほころび始めたプーチン支配、想定外が続く独裁者の憂鬱、ロシアの仕掛けた戦争が、ブーメランのように跳ね返る。ロシアの首都モスクワで、5月30日、何とも奇妙な光景が市民を驚かせた。白昼堂々と正体不明のドローン、無人機、の群れが、市の中心部に飛来したのだ。ロシア当局によればその数は8機だが、ネット上では5機から、25機以上まで様々な説が入り乱れた。象徴的な攻撃ではなかった。クレムリン宮殿の戦闘の上にはためく国旗をドローンで倒すといったものではない。ターゲットは不明。ロシア当局は5機をミサイルで撃墜し3機を電子妨害で無効化したと発表したが、制御を失ったドローンが集合住宅に激突した。モスクワが空から攻撃されたのは1941年のナチス、ドイツによる空爆以来のことだ。ところが翌日には、このドローン攻撃は、ロシアの国営メディアのトップニュースではほとんど扱われず、モスクワ市民は何事もなかったかのように日常を取り戻した。影響らしきものといえば、さらなるドローン攻撃を防ぐために GPS サービスが停止され、タクシーの配車アプリが使いにくくなったことくらいだ。とはいえ、ロシア人にとっては気の毒なことに、首都がやすやすと狙われた。この屈辱的な襲撃はほんの手始めに過ぎず、その後の長い1週間に、祖国防衛の手薄さを印象つける、ニュースが次々に伝えられることになった。6月4日には、自由ロシア軍団及びロシア義勇軍団を名乗り、プーチン支配の首輝きから、ロシアを解放すると、豪語する2つの武装集団が、ウクライナ北東部と国境を接する、ロシア西部のベルゴロド州に侵入し、ほぼ、無抵抗で村を占拠したと発表した。国境警備が手薄だったのは訳がある。この一帯に配備されていた、ロシア兵の大半はウクライナ軍の大規模な反転攻勢に備えて、ウクライナ東部と南部に移動していたのだ。武装集団の一つは、一時期占拠した国境の村で、数人のロシア兵を捕虜にした。そしてベルゴロド州のビャチェスラフ・グラドコフ知事に、捕虜交換に応じるよう呼びかけた。意外にも知事はこれにあっさり応じたが、結局は捕虜引き渡しの場に現れなかった。ブーメラン効果に苦しむ。国境から約8キロにあるベルゴロド州シェベキの戦争開始前の人口は約4万人は、厳戒態勢が敷かれ、住民は避難を余儀なくされた。突然化を追われることになった住民にすれば、プーチン政権は、自分たちを見捨てたも同然だ。ウクライナ政府はしてやったりとばかり、ロシア領内に侵入したのはロシア人戦闘員であり、自分たちは彼らを統制できないと主張した。2014年春に、ロシアが支援する武装集団がウクライナ東部への攻撃を開始したとき、プーチンが言ったセリフをそっくりそのままお返しした格好だ。ロシアにとってさらに屈辱的だったのは、ウクライナのツイッターユーザーたちが早速、ベルゴロド州のウクライナ語表記を用いて、ビルホロド人民共和国の誕生を宣言したことだ。彼らの悪ふざけはさらに続き、この地域の人口の 100% 超を占めるロシア系住民が住民投票で分離独立を支持した、などとツイート。住民投票で支持されたと主張して、ウクライナ東部の2つの共和国の独立を承認した、ロシアの理不尽なやり方を皮肉ってみせた。ドローンの首都襲来にしろ、武装集団の越境攻撃にしろ、ロシアの仕掛けた戦争が、ブーメランのように跳ね返ってロシアを、痛めつけているのは明らかだ。今のロシア軍には、
祖国を強固に防衛しつつ、ウクライナを支配下に置くなどという離れ技は、できっこない。折しも戦況はウクライナ優勢に傾きつつある。ウクライナ東部ドンバス地方では、ロシア軍の攻勢は行き詰まり、ウクライナ軍は、東部と南部で、反転攻勢に向けた偵察攻撃を行いつつ、西側が新たに供与した、長距離ミサイルでロシア軍の拠点を猛攻。ロシア領内の重要施設を狙った、ドローン攻撃も実施しているとみられる。そして、ロシアの体制はほころびつつあるようだ。その格好の例として、民間軍事会社、ワグネルの創設者、エフゲニー・プリゴジンとロシア国防省の激しい対立はさらにエスカレートしている。プリゴジンは6月4日、ウクライナ東部の占領地で、ワグネルが拘束したロシア軍将校を尋問する動画を公開した。ロシア軍、第72機械化旅団の中尉と名乗る男性はカメラの前で、ワグネルを撃つよう、部隊に命令したと認めた。ロシア人同士が撃ち合い、軍事会社の傭兵が、自国の正規軍の上級将校を捉える国家崩壊の足音が聞こえてきそうだ。ロシア領内への攻撃や、ドローンのクレムリン攻撃は、戦争の全体的な展開には、大きな影響を及ぼさないとしても、心理的な影響は計り知れない。国営テレビのトーク番組は、普段は陽気な愛国主義と、ウクライナ侵攻の話題を、交互に繰り返しているが、最近は敗北主義に傾きつつある。事実上の国営メディアである、ニュース専門テレビ局、RT のマルガリータ、シモニャン編集長は、他局のトーク番組で、第一次大戦で、ロシア帝国軍が大敗を喫し、兵士が反乱を起こして、政権が転覆した。1917年に重ねるような発言をした。6月1日の公開討論会で、与党、統一ロシアの有力議員コンスタンティン・ザトリンは、戦争の展開に異例の率直さで疑問を投げかけ、戦争の目標は非現実的だと言った。党は直ちに、問責の可能性がある発言のため調査をしていると発表した。公然と反旗を翻す今や末期。こうした混乱の中、ロシアの急進的な民族主義右派の一部は、プーチンの優柔不断さを直接、攻撃し始めている。元ロシア連邦保安局、FSB、大佐のイーゴリ・ギルキンは、80万人以上の視聴者がいる、テレグラムのチャンネルで毎日のように、プーチンのリーダーシップの欠如を嘲笑している。ドンバス地方で、新ロシア派武装勢力を率いて、ウクライナ政府軍と戦ったギルキンは、オランダの国際司法裁判所に出廷しないまま、22年に、終身刑を言い渡されている、戦争犯罪者でもある。彼が共同設立した、過激なチョークニカオモギグループ、怒れる愛国者クラブは、軍の信用を失墜させた容疑で、捜査中と報道されている。ロシア当局は苦境に立たされている。国の指導部を、最も声高に批判する人々を、起訴しなければ弱腰とみなされ、検閲を、さつり抜きけた不満がさらに増えかねない。しかし、起訴したら下で、ロシア政府より戦争に深く関与している、右派、ナショナリストの怒りを煽る恐れがある。さらに、ワグネルなど準軍事組織は、軍の、他の勢力との対立が長期化しており、ロシアの最高司令部に、公然と反抗するようになった。ロシアの統制が崩壊しつつある今、プーチンはどこにいるのだろうか。ドローンがモスクワを攻撃した日、大統領が国民に向けて、緊急演説をすることはなかった。その日、業界団体の会議に出席した、プーチンは、記者団のインタビューに応じ、7分間にわたって、いつものように文明の衝突や、NATO の侵攻について非難し、いつもと同じ、不満を取り留めもなくボソボソと語った。ドローン攻撃にも言及したものの、モスクワの防空部隊が、撃退したことを称賛した程度だった。ベルゴロド州の住民も、国のリーダーが、パニックを鎮めてくれるのでは、ないかと待ちわびているが、前線での最近の注目すべき変化について、プーチンから具体的な発言は今のところない。ロシア人が、戦争と呼ぶことを許されていないプーチンの戦争物語に、
交代の文字はない。そして、戦争が、ここまで長期化する可能性も、ウクライナが再び攻勢に転じる可能性も、無人機がモスクワを攻撃する可能性も、ロシア人戦闘員が、ロシアの領土を解放すると主張する可能性も、プーチンの物語には織り込まれていなかった。プーチンが自ら作り出した、ミソユーの危機の最中に彼の支配が解体しつつある。